フィルバーズリーはイングランドサルフォード出身のサッカー選手。プレミアリーグバーン DFC 所属。ポジションはディフェンダーで主に右サイドバック。プレミアリーグマンチェスターユナイテッドのアカデミー出身で2003年から在籍していたが出場機会を得ることができずレンタル移籍を繰り返した。2008年1月にサンダーランドに完全移籍した。以降は レギュラーとして活躍したが、イタリア人指揮官、パオロ・ディカーニオ監督からは評価されず、2012から13、シーズン終盤にはカジノで紙幣にまみれて寝転ぶところを、写真に撮られ、ディカーニオ監督の激輪に触れ、リザーブリーグでのプレーが命じられた。2013から14シーズンは、背番号が剥奪された形でのスタートとなったが、2013年9月22日に、 ディカーニョ監督が解任され、同年10月8日に、グスタボポジ監督が就任してからは再び背番号が与えられ、19日に行われたスウォンジーシティ AFC 戦で復帰を果たした。同シーズンはリーグ戦33試合に出場した。2014年6月に、バーズリーとサンダーランドの契約が切れるため、1月から彼に注目していた。 ストークシティ FC に3年契約で加入した。2014から15シーズンは監督のマーク・ヒューズに信頼され30試合に出場。翌シーズンは同ポジションに新加入のグレン・ジョンソンが収まったため控えに降格。しかし2月のジョンソン負傷以降は代役を務め17試合に出場した。3月には元同僚のウェイン・ルーニーと ボクシングに興じてる姿が映された。2017年7月25日、バーンディー FC と2年契約を結んだ。イングランド出身だが、父方がスコットランド系であることからスコットランド代表を選択。2010年10月11日のスペイン戦で代表デビューを果たした。ありがとうございます。